こんにちは、ゆきです。今日はね、ブルーレイ&DVD なんですけども、こちらの商品は8月の5日にですね、発売されたもので、何かというと、こちらです。はい、じゃじゃん。映画ドラえもん、のび太のスペースヒーローズのブルーレイディスク版を買いました。はい。僕はね、ブルーレイディスク版を買ったんですけども、こちら8月の5日にね、発売してるんですよ、もう。もうね、ちょっと、僕はヤマダ電機さんの方で、予約をしていたんですけども、なかなか取り行けなくて、もうね、2週間近くね、経っちゃって、ようやく取り行けたのでね、今回、取り行ったということでね、早速ね、これね、開けていきたいなと思います。ちなみにね、初回限定特典として、両面ポスター付きっていうんでね、これが多分そうだと思うんですけども、これがくっついてます。表がこんな感じです。で、あとは早期封入特典なのかな、これはわからないんだけど、じゃじゃん。買ったらこういったね、形のドラえもんのクリアファイルが1枚もらえました。こんな感じですね。裏もちゃんと入ってます。これ多分見ると裏表で新旧のドラえもんなのかな。うん、大魔教とかでもね、ここにいるペコとここにいるのでね、ちょっと違うんで、多分これ新旧だと思うんですよね。うん。でね、当然こちらね、DVD 版もあって、DVD 版と今回 ブルーレイディスク版か、2タイプ、確か両方同じ値段だったような気がします。はい、ではね、早速開けていきたいと思います。ポスターがいるんで、ポスターの裏側がよく分かんないけどね。はい、袋を開けました。あ、よいしょ。よいしょ。はい、じゃあまずこちら、じゃじゃん。映画ドラえもんのび太のスペースヒーローズ、なんて書いてある、映画ドラえもん35周年記念ポスターということでですね、裏はこんな感じ。うん、さっきこれ裏あったもんね。うん、早速ね、ちょっと中見てみましょう。じゃじゃん。ほう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 、ドラえもんのび太の恐竜に、こっち側が竜の騎士ですね。これ多分あれでしょ、無限三剣士だっけとかね、いろいろありますね。うん、大魔教とかね、ちょっと全部広げると大変なことになりそうなので、全部見たい方はね、きっと今買ってもまだついてくると思うので、気になった方はね、お早めに。はい、じゃあこちらブルーレイです。裏がこんな感じですね。ではね、早速ね、中もちょっと見ていきましょう。中は多分ディスクだけだと思うんだけどね。うん、半分こオープン。でっでで、おっと、お、ドラえもんのね、絵柄が入ってるディスクですね。あと、これが1枚入ってましたね。うん、裏こんな感じ。ドラえもんブルーレイ&DVD カタログっていうことですね。おそらく、なんか、ドラえもんと一緒みたいな学習の DVD だったり、今までのね、映画の、よいしょっと、こういった DVD だったり、こっちのね、映画版の昔の DVD ボックス版のね、この、まあ、宣伝っていうか、まあ、こういうのが出てましたよっていう、カタログですね。はい。至ってシンプル。そのカタログと、この DVD のディスクだけですね。はい。はい、とまあね、発売日8月5日でね、ようやくね、時間が経っちゃったから取り行けたので開けてみました。気になる方はですね、スタ
タの方にもリンク貼っておきますので、ぜひぜひチェックしてみてください。早めに買うとね、もしかするとクリアファイルだったりとか、さっき言ったこういった形ですね、この35周年記念ポスターっていうね、広げると多分結構大きくなると思うんだけども、ちょっとね、全部広げちゃう大変なことになりそうだったので広げなかったんですけども、こういったものもついてきます。早めに買えばついてくると思うので、ぜひぜひ、見に行って会って気になった方はね、買ってみてはいかがでしょうか。その方にもねリンク貼ってきます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。まあ時間があったらどっかで見たいと思います。バイバーイ。